はい、ということでおはようございます、南翔です。いやうまい、うまいけどちょっと下の朝食も食いたいので、とりあえずちょっと残ってるんですけど、もったいないかもしれんけど、これはもったいなく専用にするためにまあギリギリまでまあキープしときましょう。とりあえず冷蔵庫でね。あ、そのためにはこれ包むやつはまたキープしとかない。もち米はとりあえずなくなりました。ちょっと手洗ってきます。いやいや、お待たせです。というようなことでね、下にまたちょっと飯食いに行こうかな。このまま引き続き食いに行っちゃおうかな。あ、引き続き食いに行ったらでもあれやな、また Wi-Fi 切れそうやな。ちょっとすんません、もう旅行っていうか、まあ僕大体そもそも外配信ばっかりなんで、よく切れたりしてるんですけど、すんません、そんな時は。あ、高尾さんどうも、おはようございます。僕はラオスの今ビエンチャン、首都のビエンチャンに来てます。で、今日の11時台の便で、11時台って言っても日本では、午後1時になるんですけどの便で、さらに北のルアンナムターっていう町に出る予定です。で、昨日の、夜から今朝にかけてずっと雨降ってたんですけども、結構止んできたみたいですね。雨だれの音がはっきり聞こえる宿なんですけど、ここはちょっと開けてみましょうか。あれ、あ、そうかそうか、下が硬いのか。お、止んでる。 OK、 いけてますね。まあ、こんなとこにいます。いやー、開けてこの排気ガスの匂いがちっともせんっていうのは最高ですね。というような感じで、どうしようかな。でも今飯食うんか、そのまんま。これ少なくとも10時ぐらいまではやってますよね。バイク返しに行こうかな。ラオスもタイ語、そうですね、イサン語って言って、そのイサン地方っていうのがタイにあるんですけど、そこの言葉ですね、ほとんど。でラオス語もあるんですけど、タイ語と共通の単語もかなり多いですし、まあ兄弟言語ですよね。そんな感じで、特にビエンチャンはもうすぐ向かいがシーチェンマイっていうタイの町ですから、本当にタイ語普通に通じたりします。というか最近ラオスもあれみたいですもんね、最近ってこともないか、もう俺が
東南アジア来始めた頃からもそうだって言ってましたけど、あのテレビ放送がタイの放送の方が人気があるんで、あのかなり、ラオス語を覚えずにタイ語を覚える子供が増えてて問題になってるみたいなね、そんなことも言ってたぐらいですからね。さあではちょっと外の風景を皆様見ていただいてる間に俺はちょっと用意はしようか。